こんにちは、メイです。ですね、今サガットが来てますので、初見プラス、攻略説明みたいな感じでできたらなと思って調整しようと思ってます。はい、竜を引き当てることができました。ですので、まあ主役なんで竜が適正のクエストであろうと、僕は予想しております。ですので、まあ竜お龍ですね、ダメージウォール重力バリアのパーティーで行きたいと思います。はい、パーティー編成、フレンドが決まりましたら、一応ルシファーで行きたいと思います。ダメージボールだったら辛いんで、このままパーティー編成で行けるであろうと思っております。はい、ダメージボール、重力バリア、あとあれですね、あの女の子いるんで多分ダメージボール出してきますね、これね、多分正解じゃないかな、おそらくゾンビからやっつけたり、こんな感じ OK。 多分アビリティロックもめんどくさそうですね。アビリティロックもめんどくさそうなんで、アビリティロックもあるか、だからアビリティロック壊していきます。 OK、 いった OKOK。 はい、1ステージ目、2ターンで終わったはいや、おお車来た、さあ壊していこう。はい、これは多分あれだよね、ベンツだよね、これ見た目、これベンツだよね多分ね、何の車種かなと思ってるけど、多分ベンツもしくはセルシオとか、そっち何なんだろうこの車は。勝てえな、意外に勝て、壊せないんじゃないのこれ。お、壊れた、イエーイ、オッケー、やった。3面かな、はい。おー、サイが出てきた。あー、重力バリアか、アビリティロックがだるいんですけど、十字レーザーがこのままだとめっちゃ食らうんですよね。十字レーザー避けたいですね、あいつ十字レーザーだよね、こいつ真ん中のやつ。よし、倒せた、よし。あ、白爆発を起こすのか、妖精、女の子、白爆発痛いな、離れよう。よし、 OK、 白爆発結構当たると痛いんじゃないかな。あ、復活、誰が復活させた、今誰が復活した、サイか、サイが復活させるのか。あ、白爆発今食らった、結構食らったかな、もしかして。ダメージボール結構出てきますね、これダメージボールないときついんじゃないかな。今のところ順調、左上のアビリティロックは復活させないのかな。ほい、やべ、残した。十字レーザー結構食らうね、5900食らう、結構でかい。十字レーザーのあの敵はできるだけ早めに排除した方が良さそうですね、これだと。痛い、結構痛い、痛いけど細い、レーザーが痛いけど細いから意外と避けれるかも。ハート、ハート、あー取れないか、届かない。あら、ボス来ない、ボスかなと思ったけど違ったね。はい、おい、なんだこれ、タル、タルステージ、挟まんないんだ。意外と硬い、よし、1、あ、逃げた、おいしょ。さあ来るぞ、さあだ、タイゴーですね、タイゴーアパコーって、僕中学でこれモノマネしてましたよいしょ。よく見ましょう、十字レーザーとアビリティロック、アビリティロックが4ターンですね。で、サガット右上の攻撃、まあ何かはまだわからない。
十字レーザーからとりあえず避けないとって感じだけど、とりあえず一体も当たらないんだよね。一体も当たらないですね、この配置だと。この上さえ倒しちゃえば。なので上下カンカンで、で最終的にルシファー触って雑魚処理。オッケー、いい感じ。さあさあさあ、アビリティロックを、アビリティロックにダメージを与えつつサガット。アビリティロック結構硬いっすね。20万ちょいぐらい HP あるかも。あ、お、復活か、復活か、復活があるのか。上下カンカンプラス雑魚処理、お、いい位置。これだったらサークルが活用できますね。サークルでサガット、サークルでサガット、いい感じ。よし、いい感じ。サガット右下の攻撃、右下が復活で、右上がダメージボールか。左下と左、今2と3が結構強いのかな。なんだ、震えてるな。怒ってる、怒ってる。サガット震えてる。サガット倒す、あ、倒せないか。いやー、ちょっと足りない。痛いぞこれ、これは痛い。あ、ルシファーさすがです。バリア、バリアさすがです。ここはちょっと攻撃が来るんで全部倒しに行きたい。こんな感じかな。よし、 OK、 OK、 はい、1面クリア。さあさあどうなるかな。あー、ビットン、ルシファー挟まっちゃったな。これこれきついな。きつい、これはつらい。 SS 打っちゃおうかな。横間で SS 打っちゃおう。ちょっと角度つけすぎたかも、角度つけすぎたかな。あ、オッケー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 。よし、金ハートもあるし、がっつりいきます。ここで倒しきりたいんだけど、いけるかな。入らないっぽいな。入った入った、ラッキー。よし、オッケー。次のお寮で決めたいな。ここ、ここ決めたい。お寮で、いや、そうなっちゃったか。よし、オッケー。で、ルシファースタートできる。よし、サガットどこに来る、どこに来る、サガット。おー、わー、いい位置かな、微妙かな。上下カンカンするべきか。16バリアにできるだけ当たりたくないから、下ちょっと右ぐらい、こんぐらい。どう、はい、いけ。まあ悪くはないかな。よし、悪くない。150万、 OK。 さあ龍の SS で決めたいな。超龍拳でね。でも倒しちゃうのかな、これ。上下カンカンで良くない、これ。アビリティロック、アビリロックされちゃうけど、アビリティロックにロックされちゃうけど、まあ大丈夫でしょ、持つでしょ、多分大丈夫。サガットの攻撃が来ないから。よしよし、はい、余裕、はい、余裕でした。はい、よし、サガットワンドロップ、はい、 You win ということで、サガット、初見でクリアすることができました。はい、ギミックはですね、レーザーバリアとダメージウォール、重力バリア、あと蘇生かなって感じなので、ダメージウォール意識しないでゴリゴリ西郷とかでも使えるかも、信長 X とかでもいいかもかな。ダメージウォールがちょっと枚数多いんで技術が必要になるかなと思いますけども、多分ダメージウォールを外してもいけるかなって思います。まあまだ何とも言えないんですけどね。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それでは、バイバイ。